豊部新作から1927年3月22日は日本の陸軍軍人。日清戦争で法王城、攻略一番乗りを果たし、日露戦争では仁丹法を死守した騎兵将校である。最終階級は陸軍中将。豊部は陸軍幼年学校を経て1882年に陸軍主管学校を卒業した九五期生の一人である。 騎兵第一大大府、共同団騎兵中隊小隊長、三本木軍馬補充部勤務を経て、騎兵第五大隊第一中隊長として、日清戦争に出征する。兵祖の豊部は周囲に無能と思われており、大尉に進級したものの、予備役入りは近いと考えられていた。しかし豊部は実戦において、その評価を一変させる。 日清戦争機兵第5大隊第1中隊は大島義正が率いる第9旅団に属したが、この旅団は日清の海戦に備えて最初に動員された部隊であり、二川に上陸し百8 9 4年7月25日に行動を開始する。その翌日、豊部は偵察を命じられ、水原から出撃した。30km 南方の七原を拠点に、 情報収集を行い、敵が所在すると目されたガザンへ向かった際に、遭遇戦となる。これが日進艦の初戦であった。翌日も偵察活動を続け、新軍がガザンから聖館に向かったことを突き止め、聖館の戦いに繋がった。豊部の偵察行動は、極めて適切と評せられ、田村伊予蔵の信頼を得る。10月29日、豊部は二個招待を率いて、 法王城に向かう。守備兵が城に火をかけたため、豊部は撤退と判断し城内に突入した。この最小規模ではあるが戦闘を交えている。この法王城の攻撃には1個手段以上の兵力が準備されていたが、豊部部隊は51名で占領に成功した。戦後、詳細進級。日露戦争共同団騎兵隊長。 騎兵第9連隊長を経て1901年に、騎兵第14連隊長におぎないされ、在職のまま日露戦争へ出征する。この連隊は、騎兵第1旅団に属し、旅団長は、秋山義振である。秋山騎下の部隊は秋山死体と呼ばれ、世界最強と言われたロシア軍のコサック騎兵に、対抗すべく編成された。豊部は、秋山騎下として、 極下点の戦いなどを連戦するが、最大の難戦が国交大海戦における人丹歩の戦いであった。1905年1月23日、ロシア満州軍第二軍司令官グリッペンベルク大将は約9万6千人の兵力をもって日本軍左翼への攻勢を加齢する。大将は第一軍団による国交大ダッシュ。 その後第8軍団による賃貫保攻略を指示していた。日本満州軍総司令部は、中ドイツ公使館副部官の大井菊太郎の通報、豊辺死体が得た、不慮情報などにより、ロシア軍攻勢の前兆を得ていたが、現歓迎行きの最中であって、太平団の活動指南、局部的活躍と判断していた。25日に、国交大への攻勢が開始されると、 第8師団を救援に差し向けたが、ゆいみ第8師団参謀長は、一旦国交代を放棄して、ロシア軍を東方で迎撃する作戦を立案し、総司令部の同意を得る。ロシア軍は、命令によって撤退した、種田死体が守備していた国交代を奪取し、進撃を停止する。日本軍の意図は、外れ、第8師団は国交代の奪取を図ったが、 ロシア軍に包囲され苦戦に陥る。ロシア軍の構成が大兵力であることを知った。総司令部は老狽し、第2師団、第5師団、さらに第3師団を増援に差し向ける。1月26日、グリッペンベルグ大将は、第8軍団に1個旅団を加えた兵力で、チンタンホへの攻撃を開始する。このチンタンホを守備していたのが、と呼べ死体であった。兵力は、騎兵二個連隊。 気砲中隊、不評一個大隊、公兵一個中隊などで、機関銃を3丁有していた。豊部は、鎮ン歩ン周辺の小木湖に、不評一個中隊、北大須に、気兵一個小隊、お台湖に、不評一個小隊、公兵一個,個中隊、気兵一個中隊を廃止、自らは、残りの兵力で、鎮ン歩ンを守備した。ロシア軍の攻撃は砲撃で始まり、トヨは、 ジンバ師匠属室となり、北大ス、小木子、また、タン保西南部落の守備隊は退却したが、攻撃に当たったロシア軍の三個連隊はそれぞれ小木後、西南部落をタン保と誤認し、占領報告を送っている。夕刻には、不評第33連隊から不評二個大隊、砲兵一個中隊が到着した。夜は雪であった。1月27日、 前日のチンタン歩攻略が誤報であったことを知った、ロシア軍に混乱が生じ、チンタンホへの攻撃は緩んだ。1月28日には、第2師団、第5師団も加わって、臨時立ち見軍は攻勢に転じた。この夜、ロシア満州軍総司令官、クロパトキン大将は退却命令を発し、日本軍にとって日露戦争最大の危機であった国交大改戦は終結した。 トヨ死体のチンタンホシ氏は、日本軍反撃の死となり、日本軍を崩壊の危機から救ったのである。晩年、チンタンホを守った秘訣を聞かれたトヨは、ただ苦しいのを我慢しただけと答えたが、さらに部下を辛抱させる方法を問われ、閉塞略を共にすると答えたという。その後1908年に、カラフト守備隊司令官に就任し、約1年在任。在職中に、 少々へ昇進している。この職位の他は、騎兵実施学校長、騎兵第四旅団長と、騎兵関係の配置であった。最後に、騎兵官を務めるが、この際、トヨべは新任官の待遇を受けた。1913年に、中将へ進級、予備役入りは1918年である。十三味君二等校三級に除されている。トヨの父は、越後長岡 豊部鎮前である。豊部家は、六高八十国で、鎮余氏は、藩主蕎麦役の地位にあった。豊部は上京後、小林虎造郎家に寄宿している。豊部は、豊部家の長男であり、弟は米国へ渡り農業に従事。姉は、小西新八夫人である。妻は、宮崎県高辺在住の氏族矢野氏の娘で、次男三女に恵まれた。次女は、 岸本兼次に嫁ぐ。岸本は魚雷の専門家で酸素魚雷、公表敵の開発に功績を挙げるが、この公表敵は真珠湾攻撃に投入された。連合艦隊司令長官は長岡藩画郎、山本義次の家を継いだ山本五十六である。豊部の祖父である豊部半蔵は河合家の出身で、半蔵の兄が四代目の河合大右衛門である。 この大江門の子が、長岡藩野郎、河井嗣之助であった。人事更新録、第七藩では、文久2年5月生まれ。長岡藩名市正伝では5月26日生まれで、あるが、年号が、文化となっている。日本紀兵80年史では1863年生まれと、し、青年月日の記載はない。陸軍大学校教官の谷敏夫は、日本軍は、 ロシア軍の確実なる地方を締めつつ躍進する通則、への考慮に欠けていた旨を指摘している。日本戦争兵器人物辞典では、豊部べ人前、ありがとうございます。